天野誠は東京都出身の男性フィギュアスケートの元選手で、現在はフィギュアスケート高知県フィギュアスケート審判員、明治大学卒業、シングルの ISU テクニカルスペシャリスト、1994から1995シーズンの全日本フィギュアスケート選手権では男子シングルで初優勝、同年の世界選手権にも出場した。 1996から1997シーズンで引退予定だったが、田村学とのシングル転校に伴い、田村とのペアを解消した、新井万里へとペアを組み、1998年の長野オリンピックに出場した。長野五輪本番では、新井がジャンプをことごとく失敗し、出場20組中の20位に終わった。長野五輪後に新井とのペアを解消し、 現役引退した。引退後は、高知業のから、ISU テクニカルスペシャリストに、日本人として、初めて登録されている。2005年第74回全日本選手権、2006年 NHK 杯、2010年、2011年及び2012年の世界選手権で、技術審判である、テクニカルスペシャリストを務めた。現在は、カナダ在住。 2006から2007シーズンは2007年世界ジュニアフィギュアスケート選手権銀メダリストになったパトリック・チャンのコーチを務めていた2009から2010シーズンは西野智笠のコーチを務めていた2017年現在はトロントクリケットスケーティングカーリングクラブで指導を行っているクリケットクラブの会員でなくてもサマースケーティングで指導を受けることができる 2017年7月8日、新潟フィギュアクラブの発表会にサプライズゲストとして登場。シングル演技とクラブ OG に混じっての演技及び、振り付けを披露した。2017年秋、フルスのグラナイトクラブに移籍。シニア1997から1998シーズンシニア1997から1998シーズン。ありがとうございます。